地球最後の男オメガマインは、1971年制作のアメリカ映画で、ワーナーブラザース配給の SF 映画。リチャード・マシスンの小説、アイ・アム・レジェンドの2度目の映画化作品である。なお、2007年に公開された映画、アイ・アム・レジェンドは、同じ原作からの3度目の映画化作品である。ソ連と中国の間で、最近戦争が勃発し、 ほぼすべての人類が生き絶えた世界。アメリカ合衆国のロサンゼルスにて唯一健康な状態で生き残ったのは、自らが研究、開発していた抗体ワクチンを注射したネビルだけであった。一方、ワクチンなしで過労じて生き残った人々は、肉体を蝕まれて、肌や髪が真っ白と化し、強い光に当たれない体と化していた。彼らは自分たちを、 家族と称して、徒党を組み、自分たちを苦しめる元凶となった、科学技術を敵視し、その担い手であったネビルにも敵対していた。家族との戦いに明け暮れる孤独な日々を続けていた、ネビルは、ある日、家族ではない女性の姿を発見して追跡するが、地下の酒場で、家族の待ち伏せにあって捕まり、スタジアムで処刑されることが決まる。しかし、ネビルは処刑の直前に、 ダッチという若者に助け出された上、案内先では追跡していた相手のリサという女性や少年たち8人と出会う。最近による症状を見せ始めていたリッチーという少年を救うため、ネビルは自分の地で結成を作成し、リッチーは回復する。その間にネビルとリサの間に愛が芽生え、彼らは安全な場所を求めてロサンゼルスを離れることを決める。 だが、悲劇は、次第に忍び寄ってきていた。括弧内は日本語を吹き替え。本作の冒頭部で、ネビルが見ているのは、ウッドストックフェスティバルの記録映画である。1970年に、同じく、ワーナーブラザーズによって、配給、公開された。日本公開版劇場用パンフレットの記述によれば、40万人の大観衆が映る画面を一人で見るネビルという、 図式によって死の世界を効果的に演出したという。劇中のタイトルでは、オメガをオメガメガと表示。ありがとうございます。